こんにちは、ライムです。はい、ということで皆さんブレオダ楽しんでますか？今回は第57回壁外調査ガチャね、新しい新イベント、それから新しいガチャがやってきましたので、こちらの新ガチャ引くべき性能解説していきたいなと思います。はい、なんかね、このゲーム思ったよりあれだったね。新しいガチャの更新が早かったなっていう印象がありますが、しかも今回ね、新ガチャの追加ペースが、まああっても週に2人ぐらい追加なのかなと思ってたんだけど、多かったね。まさかのリバイハン全員実装されるとは夢にも思わなかったね。うん、ということで今回ね、5体まとめて性能解説していこうかなと思います。はい、ということでまずね、そう今回ね、新しい背景キャラっていうことで銀背景っていうものが実装されました。今まで背景キャラっていうと金背景、それから紫背景っていうねものがいました、最初からね。で、今回銀背景が追加されたことによって、またね、今後また新しい銀背景とかもどんどん追加されていくんじゃないかなという流れですよね。はい、で、実際のところこの銀背景の戦闘力ってどれぐらいの位置づけになってるのっていうところなんですけど、一応今回のハンジに関しては回復型っていう立ち位置になってて、回復型って他のね、戦闘型と比べてもそこまで戦闘力自体が総合戦闘力高いわけではないんですが、一応他のね、紫背景だったり無背景の回復と比較すると、戦力的には金が一番強くて、2番目が銀で、その後紫で、あとは無背景というような、力順番になってるかな、一応ね。で、今後また新しい背景キャラが出てくるかもしれないので、またね、この順位っていうのは、力関係っていうのは変わってくるかもしれませんが、おそらく、このゲーム続いていったらですね、どんどん、新しい背景、金の上も出てくるかもしれないけどね、虹の背景とか虹背景とか、まあ、あるいは本当に真っ黒のね、黒背景、赤背景とかね、そういったのはもうおそらくどんどん追加されていくんじゃないかなとは思うんで、はい。で、特別なんかこの銀背景だからといって特殊な効果がくっついてるとかっていうわけではないですね。単純に戦闘力の差、総合戦闘力がまあ高いか低いかの差なので、まあ、やっぱ実際のところ一番大事なのってやっぱスキルとかになってくると思うので、まあ、その辺をね、実際にお話ししていければなと思います。ということで、まずですが、調査兵団ハンジ、銀背景のハンジズワイを解説していきたいなと思います。戦闘力は 51,355 ということで、まあ、先ほども言った通りですね、まあ、金背景の回復型っていうと今ヒストリアとかが実装されてますけど、ヒストリアよりは、まあ、戦闘力的には弱いで、まあ、その他の、ね、回復キャラの、背景キャラよりは強かったりする。紫背景のサシャとかよりね、そういったキャラよりもちょっと戦闘力が強いよという感じ。あとスキル、まあ、これが重要になってくると思うんですけど、これ一応3つあって、全体的に見ても金背景のヒストリアの劣化版っていう印象が、まあ、やっぱりどうしてもあるかなっていう感じはします。まずスキル1がですね、単体攻撃しつつ、これちょっと倍率そこそこ高めですが、 675% で確定追加ダメージ 13,500 プラス追加効果として、自分を単体を対象とする回復強化スキル、これ自分だけのバフだね、30秒なら回復を 1.4 倍にするということ、それから状態時を無効、30秒間自分単体のあらゆる状態時を無効化する、この効果は1回まで発動、だからスキル使ってから1回だけ、まあ、無効化できるということで、まあ、自己バフだねができる、まあ、単体攻撃ということ。それからスキル2、回復戦術、味方単体を対象とする HP 回復スキル、回復値は 35%、 機械に対しては 17.5%、 まあ、その他状態上、さまざまな状態上を解除できるということ、まあ、状態上回復だね。はい、それから3つ目、防御戦術、味方単体を対象とする HP 回復スキル、回復量はスキル2と一緒、35% で、控えに関しては 17.5% で、状態上は鋼の主性というもの、これ防御バフ的なものがね、うん、こういったものもくっついてくるということで、スキル2のその単体回復については一応待機時間は短めだね、20秒で回復できるということで使い勝手はいいと思うんですが、まあ、その他に関しては、まあ、ちょっと待機時間が長め、45秒間立たないと、まあ、まともな攻撃ができないっていうところで、アタッカーとして見ちゃうとかなり弱めになってしまう。もうだからもう本当に純粋な回復役
単体回復だね、単体回復役として連れてくっていうことが、まあ、メインになってくると思うんですけど、全体的に見るとやっぱり金背景のヒストリアには負けるかなって。ヒストリアに関しては全体回復であったり、それから単体回復、あと待機時間まさかのね10秒で攻撃できる、まあ、単体スキルもあったりとかするんで、それを考えるとまあ金背景ヒストリア持ってる方であればハンジをあえて狙いに行く必要はないのかなっていう性能になっちゃってます。はい、それから2人目、調査兵団マントエルドジンということで、こちら支援型だね、支援型の無背景キャラで、スキル、まあ、こいつはね一応現状だと唯一無二の、まあ、ダブル短縮ができるキャラっていうことになってます。このダブル短縮って一体何なのかっていうと、このスキル3だね、神速ってやつで準備時間短縮20秒間、味方単体の準備時間 60%、もう一つ待機時間短縮、味方単体の待機時間を 80% にするということで、まあ高速で動けるっていうことですね。でこれが1回だけじゃなくて20秒間持続してくれるので、まあ、使い勝手はそこそこまあいいんでしょうけど、まあ20秒間なのね、ここがまあ問題かなっていうところで、どっちにしてもその待機時間もっと長いキャラとかいたりするからね。だから実際発動しても1回きりに、あくまで20秒間の間だけだからね。それを考えるとまあそこまでぶっ壊れっていうわけでもないけど、一応こういったものを使うことによって、まあ、特にあれかな、 PVP 対人戦闘訓練においては、まあ、有効な場面も出てくるかもしれないね。例えばこの神速をねリヴァイに使ってあげて、リヴァイのね待機時間を短縮して、まあ、すぐにスキルを打つとか、そういった立ち回りにはなってくるんじゃないかなとは思うんですけどね。はい、でその他のスキルについては一応1つ目、これが待機時間30秒、まあ、やや短めで、敵単体に斬撃攻撃スキル、攻撃を 675% 確定追加タイム13500、まあ威力はまあまあ高いで、30秒の間防御を 0.5 倍にするということで、まあ簡単に、まあ、すごい単純計算でいくと普通に殴るより2倍の威力が出せるっていうことを考えれば、まあ、結構強めなんじゃないかなとは思いますね。まあ、これもやっぱりあれだね、その後続のアタッカー、敵に対してのデバフだからね。それを考えるとこのエルドがスキル打ってからすぐね他のキャラクターにチェンジして、アタッカーにチェンジして殴っていくっていう方法も有効だと思いますしね。で2つ目、これ金縛りというもので、こちらも敵単体になってます。状態異常不要ということで麻痺、不要確率 75% となっておりますが、まあ、麻痺も結構強かったりするからね、まあ、動けなくするということで、まあ、支援キャラとしては結構いいスキルをもらったんじゃないかなというところで、結構悪くないと思うんだよね、総合的にはね。他にアタッカーがいる方ね、このエルドをメインでメインアタッカーとして使うわけじゃないと思うので、まあ、あくまで他にメインアタッカー、攻撃型の強いキャラがいる方はこのエルドもね、支援キャラとして使っていけるんじゃないかなというところです。これはオートだとあんまりいい動きできないと思うんで、まあ、あとは手動だね、手動で、まあ、タイミング見極めて使っていくみたいなことをやりたい方はね、強いと思います。はい、次は紫背景のグンタ・シュルツです。これが攻撃型のキャラだね、今回では唯一の攻撃型キャラとなりますが、攻撃型で、支援スキルもね攻撃がアップするっていうことで、まあ、これだけでも非常に優秀なキャラになってます。で支援スキル2つ目に関してはこれちょっとね特殊なんですけど、30秒内で攻撃に 1.25、 これめちゃくちゃ強いとは思うんだけど、条件がちょっと難しいんだよね。暗闇状態中の敵を攻撃時という条件になっているんで、もう最低条件として味方にねパーティーに、暗闇を付与できるようなスキルを持ったキャラを入れていく必要があるというところで、今よく使われているキャラでいうと紫背景のサシャとかね、ああいったキャラだよね。サシャを編成してて、まあ、攻撃型の、まあ、攻撃キャラが欲しいなという方はもう間違いなくこのグンタをね、狙いに行った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、それ以外の方にとってだとちょっと、まあ、金背景のアルミンだったり、この間のメイドクリスタよりも若干その条件的に発動が難しいのかなというところがあるんで、その辺で相談にはなってくると思います。ただやっぱりまあ攻撃が上がるだけでもすごくね、まあ欲しいかなっていう感じはあるんで、まあ持ってて損はないよね。もちろんサブ編成とかでも使えたりするので、そういったところを考えても、まあいいキャラなんじゃないかなとは思います。次、調査兵団マント、オルオボザト。
名前が超言いにくい、はい、攻撃型っていうことに実装されてます。で、オルオに関してはですね、これ意外と、金背景のリヴァイに、まあ、似た性能になってるんだよね。金背景の、まあ、単純に劣化版とも言えなくて、まあ、その、攻撃面で言うとね、金背景リヴァイの劣化版っていう形にはなるんだけども、これに関しては唯一スキル3が結構優秀。うん、状態上で睡眠がつけられるんだよね。で、浮遊確率 75% ということにはなってるんで、そう、リヴァイの火力をちょっと落として、その代わり睡眠浮遊を持たせたようなキャラクター性になってるんだよね。で、具体的に 何がリヴァイっぽいのかっていうと、このスキル1ね、これが敵単体を対象する残忍攻撃スキルっていうことですが、これ、連撃っていう特殊効果がくっついてて、スキルが2発出るんだよね。このダメージ、攻撃 625% プラス追加ダメージが乗ったやつがあれ2回出る。で、金リヴァイが何ができるかっていうと、この連撃が3回あるんだよね、リヴァイの場合だと。なので、まあ、単純に全く攻撃力倍率が同じだったとしても 1.5 倍ぐらいの差は出てくるんだけど、まあでもそれでもこの連撃スキル自体が今現状で言うとリヴァイと、まあ、オレオしかなかったと思うんで、かなり火力は出る方、単体火力超出る方なので、それを考えるとめっちゃ強いよね。うん、まあ、また今後ね、リヴァイと同じように連撃3回のキャラ出てくるかもしれないけど、まあ、それまで少なくともあのトップクラスの火力が出せるキャラっていうことだ。リヴァイに次ぐ男だね。はい。で、2つ目もこれが待機時間に短めの、単体攻撃で、これスキル1が待機時間50秒、こっち25秒なんで、まあ単純にこっち連撃をなくしたスキル1みたいな、そんな感覚だよね。うん、まあこれ 連続して打てるんだったら結構強いような気がするけどね。はい。で、まあ、先ほど言ったスキル3は、まあ、睡眠浮遊ができる単体攻撃ということになってるんで、一応こういう状態上、も浮遊しつつ戦えるアタッカーということだね。これはまあ、いいんじゃない?攻撃型のキャラ、あんまり揃ってない方はね、オールを狙いでもいいんじゃないかなと思います。で、最後、調査兵団マントのペトラさん。まあ、ペトラさんは結構人気だと思うんですが、回復型で実装ということですね。で、まあ、全体的にペトラさん評価すると、金背景ヒストリアの、まあ、劣化版っていう印象は、まあ、どうしてもあるかなというところ。うん。先ほどのですね、まあ、銀背景のハンジよりも、こっちの方が正統派の劣化版っていう、劣化版っていうか、介護感、互換性能なら介護感っていう感じはしますね。具体的に何がっていうと、まず、スキル1ね、これが敵単体を対象とする残忍攻撃スキル、プラス、HP 継続回復、味方全体の HP を最大値 8% 回復し続ける。この回復は1万を超えない範囲で2秒ごとに発生するということで、即時回復ではないんだよね。一方、金背景必要な場合だと、スキルを使った瞬間味方全体回復できるからっていうところ、まあ、HP マックスの状態でどっちにしてもこのスキルって使わないんだよね。なんでかっていうと待機時間長いからね。待機時間40秒なんで、その待機してる間にそもそもね、攻撃受けたりして HP も減ったりするっていうことも当然なことながらあったりするわけで、ってことを考えると、ちょっと使いにくいかな。緊急的な回復はできないということ。それからスキル2、こちらは敵単体の、まあ、攻撃スキルとなってますが、こちらね、待機時間が激早、全キャラ見てもトップクラスに入る10秒なんですけど、これ全く同じものをヒストリアが持ってます。なので、まあ、火力を考えてもヒストリアの劣化版っていうことになるし、で2つ目ね、これ味方単体の対象とする HP 回復スキル、まあ、これは回復力がちょっとヒストリア若干より高い、若干高い気がするけど、まあ、それでもヒストリアもね、単体回復のスキルを持っているので、それを考えると別にヒストリア持ってる方であれば別にヒストリアでよくねで済んでしまう性能なので、まあ無理してねヒストリア持ってる方は狙う必要はないし、逆にヒストリア持ってない方向けっていうことになるかな。うん、まあどちらか持ってればいいでしょっていう感じになってくると思います。はい。と、まあそんな感じでいろいろ喋ってきましたが、まとめいきたいと思います。今回の新ガチャ引くべき、当たりは今回の中で言うと、僕個人的にはですね、まあ、オルオとペトラになってくるかなっていう感じだね。まあ、あとは攻撃キャラがどれだけ皆さんが欲しいかにも、まあ、当然寄ってくるけど、攻撃型の、はい、攻撃キャラね、持ってない方はやっぱり持ってた方が、1体ぐらいはせめて持ってると、まあ、だいぶいいんじゃないかなという気もするので、その辺で考えていくといいんじゃないかなとは思います。うん。で、一応これが、このガチャが一応限定ガチャ扱いになってるんで、また復刻はね、今後あるかもしれませんが、工場ガチャに入ることはないので、まあそれを考えてもね、ここで引いておくべきキャラをね、
しっかり考える必要はあると思います。ただし工場ガチャ、すでにね最初からある DDS 記念ガチャとかですでにキャラが揃ってる方の場合ね、特に金背景リヴァイとか持ってる方だと別にオレオじゃなくてリヴァイ使うわって話になるし、もちろんオレオとねリヴァイを同時に一緒に並べて使うっていう選択肢も全然あると思うので、まあ、ただもうすでにキャラが揃ってる方であればそこまで狙う必要はないかなと。特に今回ぶっ壊れとかがいるわけでもないので、まあそんな感じですね。はい、まあ、一応今回状態異常付与できるキャラっていうのも揃っているので、あの紫覇者とサシャとかともね、あの一緒に使ってその状態異常ばらまくとか、そういったまあ立ち回りっていうのも面白そうだなとは思いますけど、まあ、そこまで無理するガチャでもないかなっていう感じでした。はい、そういったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考だった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。